はい、こんばんは、歴史です。5月7日日曜日、新潟では G3 新潟大賞典、こちらが行われますので見解を言っていきたいと思います。はい、こちらは口まで、全て確定しているものになります。まあ、ハンデ戦らしくですね、結構、52キロの馬から57.5キロまでですね、どの馬にでも一応チャンスがあるようにですね、ハンデ振られてるのかなという気がするんですけども、本命は11番メートルダール、断然かなというふうに思います。まあ、前走ですね、順オープン勝ちというふうにですね、一見それだけかという感じではあるんですけども、やはりですね、クラシックに乗るか乗らないかというところまで来ててですね、実際今年活躍しているブラックスピネルあたりともですね、高額の勝負をしている馬と、いうこともありますし、当然素質上位なんですね。で、まあ去年の秋10オープン3着後、まあ無理をせずに休ませて2月の東京に復帰して勝ってと、で、まあおそらくね、東京新潟広いコースで使うためにここまで待ったというふうに考えて、筋量も55キロとで、まあ浜中騎士ですね、わざわざ乗りに来る、まあ勝負気配は間違いないということで、上位人気は予想されるんですけども、これから入らない手はないというふうに思います。対抗は7番ジュンバルカン、同じ、強い4歳世代ですね。まあ、この馬はですね、2000m よりはもうちょっと距離があってもいいのかなという気がするんですけども、やはりですね、この馬も戦ってきた相手がですね、なかなか骨っぽいものであると。で、まあ、55キロという筋量もですね、まあこれくらいであればというところですかね。まあ、日経賞は敗れはしてるんですけども、これくらいのメンバーだったら見直しは当然必要と。3番手、まあ、2番のサンデーウィザード、この馬にしました。まあ、この馬は単純にですね、今年に入ってからの勢い、平坦コース小倉とかですね、いい成績出てますし、まあ、勢いを買って一応抑えると、まあそんな感じですかね。それから13番のレッドソロモン、この馬もまあ平坦コースということを考えて一応抑えにしていると。で、もう一頭はですね、正直ちょっともう印回さなくていいかなとも思ったんですけども、フルーキーですね。ちょっと前走があまりにも負けすぎで、どうなのかなというところではあるんですけども、ここまでですね、メンバーも落ちてくれば、また再び2、3着という可能性はまああるかなというところですね。で、穴っぽいところは、1番トルークマクト、この馬にしました。まあ、大阪城ステークスがですね、ちょっとびっくりするような、足使って2着まで来てると、いうところがですね、まあ、はまればというところなんでしょうけども、これくらいのメンバーだったら逆にはまってもおかしくはないのかなという気がするんですね。まあ、7歳でずっと使われてきててですね、上積みっていうのはそうそうないと思うんですけども、とりあえず抑えると。まあ、あとはですね、正直筋量軽くても足りるのかなというようなメンバーしかいませんので、ちょっと配当的にはですね、ハンデ戦にしてはあまり期待できないかなというふうに私は見ています。結論ですね、メートルダールに逆らわない手はないということで、そこから印を回した小通りと、ワイドで10倍以上つく組み合わせがもしあればワイド、なければ生まれんと、そんな感じの買い方でいいのかなというふうに思います。まあ、いずれにしても NHK マイルカップですね、ちょっと勝負したいなというふうに思っています。私の新潟大賞典の見解については以上となります。